はい、皆さんこんにちは。新潟ミミズ情報局の音さんです。ということで今回はですね、ミミズコンポストを秋に始めるメリットについてお話ししていこうと思います。で、正直ミミズコンポストというのはどのシーズンに始めても OK です。で、季節ごとに、メリットというのがあります。どの季節が一番いいんでしょうってね、皆さん思っていると思うんですが、それっていうのは皆さんがミミズコンポストに何を求めて何を重んじているかによります。この辺の話はね、詳しく本編で話していきますのでよろしくお願いします。で、今回はですね、秋に始めるメリットについて主にお伝えしていこうと思います。はい、このようにこのチャンネルでは普段からミミズコンポストに関する情報を分かりやすくまとめてます。ぜひチャンネル登録で応援をお願いいたします。で、今回はですね、秋に始めるメリットという話をしていこうと思うんですけれども、秋に始めるのと春に始めるって、メリットとしては大体一緒なんですけど、今回は一番最後ですね、秋ならではの話もしたいと思います。はい、では今日のテーマは2つ。1つ目、季節ごとのメリットをお伝えします。で、2つ目、秋のメリットをお伝えします。季節ごとのメリットといっても、夏に始めるメリット、冬に始めるメリットについてお話をしていきますね。で、さっきも言いましたけど、ミミズコンポストって本当にね、いつ始めても OK なんですよ。で、ただ本当に季節ごとにメリットが異なります。夏にミミズコンポストを始めるメリットというのは、なんといってもミミズの分解力がもう本当に全然違います。基本的に生き物っていうのは夏活発じゃないですか。特に虫たち、害虫も含めて夏っていうのはね、虫たちがこう活発にね、動き回ってるじゃないですか。夏というのはそういう季節なんです。で、ミミズにとっても極端に暑くなりすぎなければ、とても快適なシーズンなんですよ。で、その快適なシーズンでどんな感じになるかというと、ミミズの食欲が増進するんですよ。なので生ゴミの分解速度が上がったりとか、分解できる量が増えたりします。で、それに加えて、夏っていうのはね、水分の多い野菜が多いですよね。で、特にウリ科の植物が多いので、そういったものをミミズコンポストに入れるともうすぐ分解してくれるんですよ。もちろん水分が多いからね、ミミズがこう食べやすいっていうのもあるんですけど、本当に分解が早いです。特にスイカとかはね、揚げたら1日でこんなになっちゃったのみたいなね、すごく楽しいんですけど、これはね、夏にミミズコンポストを始めるメリットではないでしょうか。で、次にもう1個、冬にもミミズコンポストを始めるメリットがあります。私別の動画でまとめたことがあります。よかったらそっちの動画もご覧ください。で、何を隠そう、私はミミズコンポスト冬に始めたぜなので、とてもいいところもありますので、それをお伝えしていこうと思います。冬の良さっていうのは、やっぱり夏に比べてね、冬っていうのは虫の量が格段に少ないわけですよ。で、夏だったら生ゴミをちょっとキッチンに置いていただけて、コバエがね、プンプンってこうたかってしまったりとか、そこにね、卵生まれたりとか、そういうこともあるんですけど、冬は基本あんまりないですよね。ただその代わりミミズっていうのは冬になると活動がこうゆっくりになるので、もう全然生ゴミ分解してくれないんですけど、それはそれでしょうがないじゃないですか。でも別に虫が出ないからいいんじゃないかなと言われればそんな感じですよね。なので私が考える冬のメリットは、虫が湧きづらいというところにあります。ここからほぼ本編みたいな感じですね。ではミミズコンポストを秋に始めるメリットについてお話ししていこうと思います。私これもね、一応3つ挙げさせてもらいました。1つは気温がちょうどいいというところ、2つ目、虫がだんだん減っていくよというところ、3つ目、これはですね、冬を早いうちに経験できるというところです。これね、一個一個詳しくお話ししていこうと思います。1個目、気温がちょうどいいです。で、ミミズは、夏には夏の良さ、冬には冬の良さっていうのがあるんですけど、高温すぎるのは苦手です。具体的に言うと、もう上が35度ぐらいを超えてしまうと、やっぱりね、もうミミズはもう溶けて死んでしまうんですよ。もうそれはね、しょうがないことです。下はですね、やっぱり0度を下回ってしまいますと、ミミズの殻も水分ですので、それはもう凍ってしまうわけですよ。で、そう凍ってしまうと細胞死んでしまうので、ミミズは生きることができません。だけど今ちょうど過ごしやすい季節ですよね。人間もそうなんですけど、ものすごく過ごしやすい季節なので、ミミズもすごく過ごしやすい季節です。で、この気温がちょうどいいっていうのはですね、生殖活動とかにもつながるんですよ。簡単に言ったらね、
まだ秋って全然卵を産むんですね。もちろん冬でもミミズは卵を産むんですけど、やっぱりこう活動がゆっくりになってくると、まあ、生殖行動とかもあまりしなくなってくるわけですよ。全然ご飯も食べないし、まあ、そう思うと秋っていうのはすごくいい季節であると思いませんか。だって夏にね、いっぱい生ごみ食べて、例えば交尾してたくさん卵を産んで、その卵たちが秋に、まあ、帰って、で秋は秋でまた過ごしやすいから、また卵を産んでという感じになるので、やっぱりねすごくいい季節だと私は思っています。まあ気温に関してはこれぐらいで良いのではないでしょうか。じゃあ2つ目ですね、虫がだんだん減ってくるよという話です。まあ、秋になってくるとだんだん涼しくなってきて、まあ、いわゆる害虫がどんどん姿を消し始めます。で特にミミズコンポストの天敵といったら何でしょうか。皆さん思いつきますか。ミミズコンポストの天敵といったらこの虫、まあ、アメリカミズアブですね。アメリカミズアブっていうのが、まあ、ミミズコンポストの天敵になると思うんですけど、パタッといなくなります。なんでね、ミミズコンポストにウジがたかる心配が、まあ、ゼロになるんですよ。屋内でやってたらね、あんまり関係ないかもしれないんですけど、外でコンポストやってる人はやっぱりね、どう頑張ってもアメリカミズアブ入っちゃうじゃないですか。で、あの子たちがこう入ってくると、まあ、分解の速度めちゃくちゃ速くなるんですけど、やっぱり土が臭かったりとかね、まあ、ミミズがそういう土に寄りつかなかったりとか、相性としては三角かなっていう感じなので、まあ、これからどんどんね、その幼虫とかも死んでいくので、そうするとそのアメリカミズアブの死骸とかは、まあ、ミミズによって食べられるって、まあ、いい循環が生まれますね。でアメリカミズアブだけじゃなくて、いろんな害虫とかがどんどんね姿消していきますので、とても虫が減っていくのでいい季節であると言えるのではないでしょうか。で最後3つ目です。これが、まあ、秋ならではのお話なんですけど、冬が経験できるということです。ドドン、冬が経験できる、まあ、これ結構ね私大きいと思ってます。まあ、さっきも言いましたけど、私ね冬開始勢なので、やっぱり冬の厳しさとかよく分かってます。まあ、私は当時島ミミズなのか太ミミズなのか、その違いも分からないまま庭から捕まえてきたミミズで、まあ、コンポストって呼んでこうバケツの中でやってたんですけど、この卵は本当にミミズの卵なのかとかね、もしかしたらハエの卵かもと思ってえいって言って一回捨てたこともあるんですけど、そのミミズの卵だって分かった後もですね、待てど暮らせど孵化しないみたいな、そういうところがあったんですよ。でだから冬に始めるとね、もう基本は不安で不安で仕方ないですよ。だってミミズが全然ゴミ食べてくれないし、卵は全然孵化しないし、もしかしたらこのミミズ死んじゃったのかもみたいな思うわけじゃないですか。で私はね、皆さんにお伝えしたい、冬はなるべく早く経験した方がいいです。なのでミミズコンポスト始めるのはやっぱり、ね、秋はねすごくいいと思いますよ。今のうちに、ご飯いっぱい食べてもらって、卵いっぱい産んでもらって、その後過酷な冬は来るんだけど、それをねやっぱり乗り越えるっていうこうのが大事じゃないですか。でどっちにしても結局1年のサイクルがあるので、まあ、来年には冬を経験しなきゃいけないので、どちらかといったらね、今のうちに早く冬を経験しておいた方がいいと思います。で結構最近ね、私の動画にコメントとかメールが来るんですけど、ちょっと冬が怖いので来年の春になったらミミズ飼わせてもらいますっていう方結構いるんですけど、私はもうね今やっちゃえって感じですよ。もう秋こそがね、まあ、ベストなシーズンといったら、まあまあ言い過ぎかもしれないですけど、秋は結構いいシーズンなんです。で特にやっぱりその冬を経験できるっていうのがこの秋ならではのね良さなんじゃないかなと思ってます。でちなみに音さん的ミミズコンポストを開始するベストシーズンランキングっていうと、やっぱり秋春が1位2位かなという感じですね。でその次3位が、まあ、夏ですね。なんだかんだ言って分解するっていう楽しみをね味わってもらうの大事だと思うんで、でまあワーストが冬ですね。やっぱり冬はなんかこう物事もねあんまり進まないじゃないですか。ゆっくりこう進んでいくような時期ですし、まあミミズもね活動がすごく落ちたりとか、まあ、屋外でやってねやっぱり0度以下になっちゃうところとかは、その生態系のミミズとか死んじゃうケースもあるので、まあ一番厳しい季節がやっぱり冬かなと思ってます。なので長いスパンで見たら私は早めに冬を経験しておくことをおすすめしたいと思います。はい、では今日はこんな感じで終わりで良いのではないでしょうか。
まあ、今日は一応ミミズコンポストを秋に始めるメリットということでお話ししましたが、いろんなシーズンにねメリットがあるっていうのは分かっていただけたかなと思います。まあ今ね本当にベストシーズンなので、よかったら皆さんミミズの注文をよろしくお願いします。まあ強制するわけじゃないんですけど、まあ、ぜひ今のシーズンに始めてみてはいかがでしょうか。まあこんな感じでね、普段からミミズの動画たくさん出してますので、ぜひコメントなどで皆さん質問などもガンガン送ってください。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。